こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日のお話はですね、あなたが経済的自由を実現するために知っておくといいこと。あなたが経済的な自由を実現するために知っておくといいことというね、そんなお話をお伝えをしていきます。で、結構多くの人がですね、経済的な自由というところでお金がたくさん入ってくる状態とかね、って考えられている方も多いんですが、全然そんなんではないんですよね。で、今からちょっとずつ経済的な自由な状態っていうのを実現することは可能なんですけれども、そもそも経済的な自由って何かっていうね、そこの部分の考え違いがあることで、どう、なんていうのかな、取っかかりがわからなかったりもするんですよね。あと、資本主義経済が崩壊すると言われる方もいらっしゃる、言われたり、願っている人も多いかと思うんですけど、それもね、ちょっとね、今経済的な自由がない人がは資本主義が崩壊したとしても自由にはなれないですよね。そんなお話をちょっとお伝えしていこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしております。で、お伝えしている内容は僕のこれまでの14年以上にわたるセミナー経験やセッション経験、そして波動を使った企業のコンサルティングなどでクライアントに実際に効果のある、あったものを中心にお届けをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、波動についてはこちらの2冊の本、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わると、ミリオネアバイブレーション、この2冊の本に書いてます。波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるは、波動の基本的な教科書になる本を書いてくださいというご依頼で書いた本です。で、ミリオネアバイブレーションはお金と波動の話について書いてます。どちらも波動というものを違った切り口で解説してますので、よろしければご購入いただければと思います。で、ミリオネアバイブレーションには、エビス様シールというのを付けてますのでね、これ、財布に入れたり貼ったり、携帯に貼ったりしておくことで、いろんないいことが起こってきます。なんか、このご時世内定をもらえたとかね、お申し込みが続々とやってきてますとか、臨時収入もらいましたとか、仕事がすごく、うまくいきましたとかね、いろんな効果を、の報告をいただいてますので、ぜひ、楽しむ感覚で、試していただければいいかなと思います。で、今日は、あなたが経済的自由を実現するために知っておくといいことというお話ですが、経済的な自由、最初ね、冒頭で資本主義経済が崩壊してもっていう、そんなお話をしましたが、これ何かというとね、資本主義が崩壊したとしても、今自由じゃない人は崩壊した後も自由にはなれないですよね。これ何かというとね、資本主義っていうのは、世の中で価値あるものをお金で、判断するというね、世の中で価値があるものをお金で、お金というものを使って、やり取りをするっていうのが資本主義経済なんですよね。崩壊しても価値を提供してない人は、やっぱりうまくいかないですよね。価値のない人はいないですが、価値を周りの人に分かち合えない人っていうのは、資本、今はお金が代わりとなってそれが流通してるんですけれども、その次のものが出てくるはずなんですよね。お金じゃないものが交換するにはね、お金じゃないものが出てくるはずなので、資本主義が崩壊したとしても、そのシステム自体、この交換っていう、価値の交換っていうシステム自体がなくならない限りは、今自由じゃない人も、形を変えるだけで、結局自由ではいられない、自由にはならないのでね。だから、この、今は、お金っていうもので判断される世の中ですので、それと向き合うということはすごく大事です。で、経済的な自由って何かというとですね、冒頭でたくさんのお金が入ってくる状態が自由な状態ではないよっていうお話をしましたが、経済的な自由、今から、実現できていくんですよね、それは。で、僕もこの14年間、ずっとそれを、自由度っていうのをちょっとずつ、大きくしていったっていう経緯があるんですが、それをすればするほど皆さんもちょっとずつ経済的に自由になってきます。これ何かというとですね、自分が価値を生み出す力を養っていくことです。
自分、お金っていうのは自分が価値を提供して、それがお金というものに変わって自分に戻ってくるっていうのがお金なんですが、自分の中からその価値を生み出して、お金を生み出すっていう力を養っていくことです。だ最初は1000円から、1000円はまああれかな。最初は1万円にしましょうかね。1万円の価値を自分の力で自分の内側から生み出していく。自分が何かを分かち合って、1万円分の価値を誰かに提供したりとか、世の中に提供することで、自分は1万円に入ってくるじゃないですか。そうすると、その記憶データが自分の中に打ち込まれるんですよね。そしたら、自分は自分の力、お勤めして出したら、お勤めしてる給料は、それはそれでいいんですよ。で、それ以外に自分の力で1万円を生み出すことができれば、自分はいつだって1万円を生み出すことができるっていう経験に変わっていくんですよね。それは毎月1万円を生み出せれば、その瞬間自分は1万円分だけ、自分の力でゼロから生み出せるので自由になるんです。誰からも影響されない。自分が生み出せるものなので、自由になるんです。で、1万円を生み出せるようになったら、次3万円を生み出せるぐらいに成長できるんです。だいたい3倍ぐらい、3倍ずつぐらいなのでね、1万円を生み出せたら、3万円のチャレンジをしていくとです。で、何かを提供したりとか、1万円の時に提供したものを3人の人に提供するとか、して、その3人の人が、それぞれ1万円分だけの価値を受け取って、それをお金を払っていただいたら、3万円が自分の元にやってくるんですよね。で、それは自分が持ってる価値を、1万円の時よりも3倍、提供することで、入ってくるのが3万円になる。そしたら、それが自分の記憶データに打ち込まれるんです。そうすると、そこから何が起こるかっていうと、いつでも、自分の力で3万円を生み出すことができる自分になるんです。そしたら、3万円、なんか欲しいなと思った時に、それ、2万円だったらいつでも買え、それを買えますしね。3万円だったら、3万円以内のものであれば、それを生み出せばいいだけですから、お金に関わらず、それを手に入れることができる。お金は関わるんですけど、値段に関わらず、それはいつでも自分が生み出せるものなので、それを自分で生み出して、提供、買うことができるっていう風になってる。で、3ができれば次9万ですよね。9万から10万。1万円だったら誤差と考えていいので10万にしましょうかね。今度は10万円を生み出すチャレンジ、1ヶ月でね。3万円、得た時よりも、さらに、いろんなやり方を工夫したりとか、自分の腕を上げたりをして、さらに、だいたい3倍ぐらいの価値を世の中に提供する。そうすると、9万円から10万円が入ってくる。で、その記憶データが打ち込まれたら、いつだって10万円分ぐらいを何者にも左右されず、自分の力で生み出せるようになる。そしたら10万円の自由が手に入るんですよ。で、自由ってね、自らが理由って書くじゃないですか。だから自分の力、自らの理由で、それを生み出せるっていうのが自由な状態ですから、そうやって生み出せる額を増やしていくんですよ。10万円の次は30万、30万の次やっと90万っていうレベルになってくる。もう100万がすぐそばですよね。そうやってちょっとずつ自分から、自分が理由となって生み出せる価値で、生み出せるお金の額っていうのを増やせば増やすほど、経済的な自由度っていうのが獲得できるようになってくるんですよね。何も、不労所得が毎月あるとか、不労所得があったとしても、例えば、そうだな、不動産を持ってたとしても、その不動産が大震災で壊れてしまった。そしたら今までは毎月5万円の家賃収入が入ってたのが大震災で壊れて、入居者さんがいなくなった。その5万が入ってこなくなってしまうんですよね。で、ローンだけが残って、固定資産税も残ってってなったら、自由だったのが自分では生み出せないので全然自由じゃないですよね。
だから不労所得もそういうものがある、あと権利収入とかも言いますけど、なんかそれが何かのきっかけで会社が潰れたりとかね、ネットワークとかでも会社が業務停止とかになったら、それは生み出せないので自由な状態ではないですよね。ただ、営業が得意な人でまた別のものを売って、その額が入ってくるようになったら、それはそれで自由な状態ですけどね。そうやって自分の力で生み出せる価値、自分の力で生み出せるお金、それが増えれば増えるほど、その額だけ自由になっていく。1万円だったら1万円分自由になる。3万円だったら3万円分自由になる。5万円だったら5万円分だけ自由になるっていうね。で、これをちょっとずつ増やしていけば、なんか値段とか気にせず買えるようになる。いくら、例えば、買い物行って、30万分出費があったとしても、その30万円分はいつでも自分が生み出せるんであれば、それは何も心配するものではないじゃないですか。次の、その時カードで払って次の月までに30万円分生み出せばいいわけですから、それはその今まで30万円を生み出したっていうデータがあるし、経験があるとそれだけ自由になっていくっていう、そんな感じです。だから経済的な自由ってそんな難しく考える必要はなくて、ちょっとずつ自分が生み出せる額っていうのを自分の力で生み出せる額っていうのを増やしていけば、どんな人だって経済的な自由っていうのは手に入りますので、だからたくさんのお金が入ってくる状態って考えてると、なんか最初に資本がいるなとか、そうだな、すごい才能がいるなとか思いがちなんですが、今生み出せる1万円とか1000円からでもいいので、1000円生み出せたら1000円分の自由が手に入りますからね。そうやって、自由度を増やしていくっていう考え方をしてみてください。そうすると経済的な自由な状態っていうのがちょっとずつ実現できていくようになりますのでね、ぜひそんな考え方で経済的な自由っていうのを、そういう考え方で捉え直されると、いろんな物事の感じ方っていうのは変わってくるかなと思います。で、別に人生、幸せも豊かさもお金ではないんですが、この自由があると違うんですよね。別にいらない時は生み出す必要もないじゃないですか。でも今月あれが欲しいなとか、今月出費良かったなって時に、やっぱり自由度があるとそれをいつだって生み出せるものなので、やっぱそこで精神的なものとかも全然変わってきますのでね、ぜひそういう考え方で経済的自由っていうのを捉え直されるといいかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。今日はそんな話でしたが、 LINE とメルマガではウィークで毎日役立つ情報をお伝えをしております。メッセージをお送りしています。願望実現のことや波動のことやメンタルのこと、そんなメッセージをお送りしておりますので、よろしければそちらもご登録いただければと思います。で、登録は概要欄に貼り付けておきますのでね、ぜひ概要欄をチェックして、ぜひご登録ください。それではこの今日のお話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひシェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。